2020年、今年も小規模事業者持続化補助金、これは零細企業の支援のための補助金です。従業員が5人以下、サービス業、製造業は20人以下が対象になるわけです。環境が厳しい中、このままでは将来が不安な経営者に、この補助金が使うことができるわけです。 それを受けるためには、まず最初に経営計画書っていうのを一緒に作りませんか、そしてそこから2年後、3年後、将来どうなるかという仮説を立てて、今、その新しい芽を植えつけるために、準備をしなければなりません。そのののための広告宣伝費がこの 補助金の対象になるわけです例えば今までですと新聞織り込みポスティング看板駅張り広告展示会の出展等々が主ですけど今はまあホームページもそうですけど SNS で Google マップを充実したりね、えー、通販サイトを作ったりそしてえ買い物をしたら スマホの決済まででできるような時代ですそのようなものを作るのには、やはりそれなりの費用がかかるわけです。ですから、3分の2が国から補助がしてくれるわけですから、えー、25万円用意すれば、75万円分のいろんな、えー、宣伝ツールが用意できるわけです。えー 例えば、たくさんあります、SNS も、えー。Facebook から Instagram から Twitter からホームページ、ランディングページ、えー、ここに、えー、ずっと書いてありますけど、す、え、べ、ー、てやるのではなくて、まず一点集中して、そしてそれから次のものをやっていくように、えー、つまみ食いでいろいろやっても効果が薄いと思います。そのようなな小さな会社でも、広告宣伝が非常に、 安価に、そして誰でも中身の更新ができる、このような仕組みを私たちは小規模事業者、持続化補助金で皆さんと一緒に育て上げていきたいと考えております。